打順ね、1番伊藤さんね、で2番なべちゃんね、で3番が月の日くんね、4番が鈴木さんね、で5番が誰だっけ、5番田島さんだね、で6番小原さんね、で7番俺で、8番が誰でしょ、千葉ちゃんだっけ、そうだよね、で9番に宇佐美さんで、で10番に川君ライトね、10番ね、で11番に小川さんかな、DH で、で12番しょちゃんね、ちゃんボール渡してあげて、はい、できましょうか、自由自在だな、ダメだ、あの審判さんに、あの奥さんのこと言ってあるんで、はい、始球式か、師匠、始球式の時さ、子供持っててもらっていい、子供見てあげて、師匠ちゃん、始球式やん、誰が、奥さん、嫁さんがすごい、あ、それはいいやね、せっかくだから、あ、じゃあ、だいぶ前から投げちゃいますよ、あれ、バウンドからまで言われてるやばいやばい、砂煙上がるけど始球式ね、いいんだよ、呼ぼうと思ったんだ、本当に一人で行かないとか言ってたよ、師匠呼ぼうかなと思ったら行かないとか言ってた、始球式だよ、でも8000もやけんない、始球式ね、はい、師匠じゃないからうんこ漏らさない。そうそうそう、それで大丈夫。この何を言うの？京馬くんて、京馬くんです。京馬くん。京馬くん。パコンってね。おお。京馬くん。勝利の女神となるかな。なるなる。京馬くん。お疲れ。はい、どうぞどうぞ、はい、ショーマくん、おとなしい、ショーちゃん怖かった、ね、怖くなかった、大丈夫すごい微妙な顔してるぞもうずーっと見てましたよね、ムチムチだね、いいんですよ、身長が上限ぐらい、あ、そうなんだ、ノーシフトで栄養指導になっちゃうぐらい、ああ、よく食べるんだ、ダイエットだ、ダイエットだ、まあ、動き、歩き回るようになればね、痩せるんだよ、打順分かります、打順、うん、うん、覚えてないな俺が8番っていうのだけは覚えてるよ、俺が11番っていうのも覚えてるな、俺の前が菊田さんっていうのも覚えてる、8番、確か1番が伊藤さんだったような気もしないで、ボールワークだった、ちょ、本当に分かんねえ、あ、でも誰か分かるし、菊ちゃんはみんな分かりますよね、自分の打順って、トップがね、伊藤さんでしょ、順番に出てくれば多分、まあ分かると思うけど、メールだったら見るんだけど、あれはあれだと思う、いきなり打たれちゃった、いきなり打たれちゃった、
今日は向こうマジだな。そっか。先週があるだ。でも今日も裏だよこっち。ライトゴールもある。うん、あるね。加賀くんが気づいてる。ん？加賀くんが気づいてる。うん。調子悪いんだ。いきなり 2球でもうピンチだね。早いな。寝るの遅いの？パパわかるかな？パパ、パパそこ遠いね。セーフだ。ちっちゃいとミッキーマウスがなんだかわかんないんだよ。あー、まだわかんないね。あばらまい。今日はミッキーマウスは出てこないあら、満塁になっちゃったよ。あー、ノーアウトだよ、それ。ノーアウトか。ノーアウトも。ノーアウト満塁が一番点入りにくいって知ってた。おう。うん。まあ、絶対詰まってるから。誰もが絶対に入ると思ってるからさ、逆に入んない。ダブルプレーもあるし、ホームゲッツーもあるから、ノーアウト満塁ってなかなか手入んねえ。これは取ってんの？いや、取れる取れる取れる。はい、ナイスライト。いろいろ興味がある。大丈夫大丈夫。大体に触っても大丈夫よ。ベベ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 ベああ、そういうことか。そっかそっか。自分が14の時に。あ、遅いな。アウトだ、アウトだ。アウト、アウト。トーンコーンで。フォースプレーで OK。ほら、入んないでしょ、点が。ノーアウト満塁は入んないんだよ、なかなか。バッターも力むんだろうな。入って当然と思うからさ。転がせばいいとか思う。ツーアウト、ツーアウトね。先週と同じチーム。そうそう。ヒーロー。今気がついた。いや、先週言ってたんだよ。来週も同じチームで。今日師匠またしゃぶしゃぶ食べてる。さすがに俺は今日はいい。何選手食べたの？師匠が食べるっていうからじゃあ俺も付き合う。師匠曰くあれなんで、いろんなメニューを頼んでると大体面倒くさいから。しゃぶしゃぶ結構同じぐらいで同じ値段になってたから。そうそうそう。俺は1700円食うこともまずない。普通はないよ、一人では。バーミヤンじゃないよ。普通の定食2個食ったっていかないよね、1500円ぐらい。アガスなんか食われたな。あ、これ、J10 ポンジだね。師匠、だってポテトとラーメンってなんとかとしたら。いやいや、ないぼないぼ。ちょっと高いな。キャッチャーが取った位置じゃないからね、ストライクは。バッターに通過したところだから。ダルビッシュ。
ほら、あれ今ツーストじゃないの？あれ今ね、まあいいや。ほらね。